はい、こんにちは、こんばんは。今回は稲妻1200ですね。稲妻1200のアクセルワイヤーが廃盤っぽいので400-583-03F10 と、03F00 ですね。こちらをちょっと取り寄せてみました。何が違うんですかね。ちょっと、確認していきたいと思います。よろしくお願いいたします。一応ですね、綺麗に開封しておいた方が安泰よっ。下がストレートなんですね。下の金具がストレートになってますね。なるほど。で、長さは、すいません、よっ、ズーム。長さはですね、まあ、ほぼいいっすかね。ベント部分を含めたらですね、長さはほとんど一緒っぽいです。で、アクセルワイヤー、流用したい時なんですけれども、まあ、このようにですね、ピロッて、片側にですね、全部寄せてしまってですね、このアウター長とインナー長の差、ここを見たら結構早いと思います。ここの長さ一緒でしたら一緒ですんででございます。あとは鈴木とかですと、ここの長さがですね、アクセルオフ時のストッパーになっておりますんで、この辺が結構ミソといえばミソですね。はい。これちょっと下置いておこうか。下にちょっと置かせてください。で、引きは問題ないですね。で、まあこうやって廃盤部品が増えてくると本当困りますよね。そのアクセルワイヤーなんてもう困るじゃないですか。アクセルワイヤーなかったらもう何、スイッチとスロットルホルダー変えろっつうんですかね。本当困っちゃう。で、ちょっと戻しはですね、みんな切れておりましたんで、まあ、ちょっと何とも言えませんけれども、まあ、自由帳もほぼほぼ一緒で大丈夫なんじゃないかなと思います。あとは、ここがね、ちょっと心配ですよね。なんで、ベントをさせたのかな。まあ、稲妻1200、コイルが近いので、ちょっと心配ではありますが、まあ、多分、十中八九使えると思いますんで、ちょっとこれでね、レイアウトしていきたいと思います。はい、それでは、稲妻400のですね、アクセルワイヤー交換できました。ワイヤーのレイアウトもまあ純正らしくスマートですよね。で、まあ気になったですね、見えますか、その金具がベントになってたところですね。ピンが来ないですね。実に見えづらいですけど、まあどこに干渉するわけでもなくですね、まあ、意外と全然これピンが来ねえな。稲妻400のワイヤーで何ら問題ない感じですね。まあ、むしろ金具ない方がレイアウトも着脱もしやすかった気がしますけどね。まあそんな感じでございます。稲妻1200の方ね、アクセルワイヤー困ったら、稲妻400のものを使ってあげるとですね、スパッスパッとね、スパッスパッといきますんで、こちら選択されてもよろしいかと思います。まあ、むちゃくちゃ少数派な動画になりますけれども、まあ参考にしてみてください。まあ、部品がねデリバリーされる間にこの稲妻400のアクセルワイヤー買っといてもいいんじゃないのかななんて思います。
今回はね、こんな感じとなります。ありがとうございました。